ノジンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は取り忘れ注意、めちゃくちゃ強い装備5選をやっていきたいと思います。メインクエストだけやってるとどうしても取り忘れる装備ってありますよね。この5つはめちゃくちゃ強いのでぜひ取ってほしい装備です。では早速紹介していきます。まず1つ目、ここですね。中盤ぐらいになると思うんですけども、上の大陸です。上の大陸のここ、港町ザガテュールですね。ちょっと言いにくいね。ザガテュールですね。ここの町の右上、ここです。ここ調べられますので、調べてください。調べるためには、地図が必要になりますので、採掘で地図を集めるようにしてください。これは4番目の地図ですね。入手できるのが、マギアソウルです。このマギアソウルはなかなかやばい装備ですね。スキルはリスペル。自身が魔法攻撃をした際に発動して、同一の魔法を再び発動する。2回発動するっていうことですね。とんでもない能力です。絶対取るようにしてください。またこれはね、闘技場でも2000コインと交換することができます。うん。まあ、二つ入手できるっていうことなんで、これは絶対取ってくださいね。次行きましょう。続いて2つ目です。2つ目も同じく、上の大陸ですね。上の大陸、中盤ぐらいになると思います。シレパコームの町です。シレパコームの町に行ってください。ここを下に下って、ちょっと左に行きます。ここですね。調べてください。もちろん地図は必要になります。ここは地図3ですね。ここで入手できるのがウッドペッカーですね。弓です。このウッドペッカーが、装備できるやつは限られてるんですけども、めちゃくちゃ強いスパイクボルトですね。敵単体に多段ヒット、4ヒットさせます。これめちゃくちゃ強くって、当たれば大概即死させますので、この装備絶対取ってください。では次に行きましょう。それでは3つ目ですね。3つ目はここです。ワールドマップの左側、アルビオンにありますラージョン、ここに行ってください。これ終盤ぐらいだと思います、行けるのは。でラージョンからここ通り抜けができますので、通り抜けてください。あ、ちなみにここに地図のアイテムがあります。これは別にそんなに重要ではありません。重要なのはこいつです。猫の獣人がいますので、猫の獣人に話してください。そうすると、エルヘルムの宝っていうクエストが始まります。これを探してください。でそのクエストのアイテムがある場所ですけども、ここです。エルヘルムの下の方にあります、アラストリデですね。アラストリデに行ってください。トリデから上に行って右に行きますと、木があります。ここを調べてください。そうすると、真珠のタリスマンを入手できます。これの能力ですけども、こんな感じです。HP が30、そして HP がプラス 10% ですね。HP がめちゃくちゃ高いやつにつけると、とんでもない効果を発揮しますので、これ絶対取るようにしてください。では、4つ目、行きましょう。それでは4つ目、ここは地図になりますね。地図を入手してから来てください。まあ、採掘すればね、そんなに難しくなく入手できますので、どんどん掘ってください。アルビオンにあります、シュラウドフォードの街ですね。シュラウドフォードの街に来てください。で、ここの下に行きます。そうすると、この僧侶の像みたいなのがあるんですよ。この辺りです。調べるとこがありますので、調べます。アルビオンの地図4ですね。4番目を入手しましょう。ここで入手できるのが、マギアハーツ。ですね。一番最初に入手したマギアシリーズですね。これはファストキャスト。戦闘時に発動しまして、一度だけ自身の行動速度を最速にする
というやつですね、必ず先制攻撃ができるようになるので、そこで全体攻撃をして倒す、まあ、そんな感じの使い方なのかな。まだちょっと使い方はね、今後やっていこうと思います。はい、では次ラスト5つ目いきましょう。それではラスト5つ目、場所はここですね。アルビオンにありますベリーバリーの町ですね。ベリーバリーの町に来てください。ここは地図です。この辺りです。調べます。アルビオンの地図5ですね。ここで入手できるのが無限の王冠です。王冠といえばね、めちゃくちゃ強いんで、まあ、性能はこんな感じですね。AP プラス1、そして全ステータスプラス5、とんでもないです。これ絶対に入手するようにしてください。はい、ということで今日は取り忘れ注意のめちゃくちゃ強い装備5選やっていきました。まあ、この他にもいくつかあるんですけども、特にこの5つは絶対に忘れないように入手していってください。まあ、採掘をすれば、宝の地図が出てきますので、まあ、全て取るようにしていきましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。